3回目の大晦日の3回目のタイトルマッチなんで、まあ、ここが世界一だぞっていうのを見せたいです。1ラウンドが始まりました。ライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチ、この次は世界一総合で取っていまして、イミュー選手レスリングで世界取ってますので、はい、その両者がこれ戦うっていうのがすごいなっていうのと、まずパンチが重かったですね。あの右のパンチ一発もらったんですけど硬かったです。でちょっと効いたんですけど、でも、もっと打撃で来ると思ったんですけど、結構早い段階でタックルだったんで。先にタックルに行った山本です、ね、世界一のタックルを味わうのは今日初めてだと思うので、はい、世界選手権3度チャンピオンに輝いていますレスリング。ずっと立ちで行きたかったんですけど、はい、向こうもこうやってやっぱガン来たから、あ、もう自分も行かないといかないのってこうエンジンをこうかけてたところで、チームで考えてたそのゲームプランと全く違うことをやってしまって、この総合の世界でまだ一本勝ち KO 勝ちはないという中で迎えた人生初のタイトルマッチ。腕取った時もクラッチ強すぎて試合中だったんですけど、やっぱ力強いなっていうふうには感じました。引っかかれますよ。そうですね、さあアームロックに行く、あと腕を取りに行く、腕しぎ十字架。ただ首も今、ね、アームロックからこうとして、まあ、あれからの展開考えてたんですけど、うまくちょうど手出しの間に首が来たんで、洗濯バサミに移行した感じだと思います。いやすごいなと思って、本当に技もいっぱい知ってるし洗濯バサミ、おお簡単試しで試してみます。首も今ネックシザーズ、おー洗濯バサミで首を決まってる、締め上げてアップ、まさかの結末、あっという間の決着でした。浜崎選手ネックシザーズ洗濯バサミ、悔しいです、本当にそれだけです。はい、本当に悔しいです。あれは、受けたことなかったので、やっぱ対応しきれてなかったです。焦って、まずこっから始めちゃダメだよね。これが必殺技だからです、母ちゃんにとって。あれを最初から出したのが間違いだった。自分のやらなきゃいけないことできなかったって時点で、やっぱりまだまだだなって思います。今の自分をしっかり受け止めて、これからもっともっと強くなります。フリーさん、一言じゃあかけていただいてもいいですか。そうですね、仲間この姿を見せてもらえて嬉しいというか、もうすごい頑張ってる、もう長年頑張ってるんでね、あのこうやって試合後の笑顔を見れるのがやっぱり嬉しいですね。おめでとうございます。じいさん、泣かないでくださいよ。じいさんが泣いたからだよ。早くはこっち見るから固まっちゃって。今こういう風に女子格闘技が盛り上がってるのもやっぱり藤井さんのおかげなので、しっかりこの息を絶やさないようにというか、そういった気持ちがすごいありますね。怒られます。ありがとうございます。マジで。また練習もお願いします。ね、まずよろしくお願いします。はい、チーズ。今までにはないというか、まあ、特別な、やっぱりずっと憧れてた選手だし、まず試合ができたことがやっぱり嬉しかったです。マジでみんな憧れる。なんでだろう。ないよ。なれないか。最強を証明していきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。
たつくな、うん、狭いんでバタつきますよね。光、柴田、テンチム、ヘラヘラ内野さんに、うん、私結構でかいよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあいけそうですね、なんとなく。はい、入場に気合入りすぎでしょ。リーグだ、リーグだ。どうでした埼玉のリーグ。硬いね、硬いよ。もっと柔らかくしないと選手怪我しちゃうからさ。青木選手がジェーンを強いった時ドロップキックで。あーですよね。でもそれしかないですよね。最大ですよ。イエロー2枚までもらいました。ラスボスみたい。ラスボス感あるな。2ラウンド MMA ルールだったら、ヘルさん 初になりますよね。そうなんですよ、オープンフィンガーも初だし、ちょっとどうなるかわからないですけど。おっと、プロレスラーのオーパーク、かつてギャリアを見せた、あのホッタが見せたオーパークです。ローキック飛び込んできた、ね、おっと、見返した左。キックボクシングルールでありますが、いやこれ、おっと、からけてるぞ柴田。いやこれはですね、ちょっと展開分からなくなってきましたけれどね。ローがめちゃめちゃ強くて結構効いてたんで分かりませんし。さあ残り時間あとわずかになります。キックルールの第1ラウンド、この後はおーっと、なんと平野のタワーダウンだ。ダウン取られた。この体重のおよそ14キロ、柴田の一撃で平野が倒れました。ダウン、あれちゃんとしたダウンでした。ちゃんとだ。あ、そう。ユーチューバーの意地は見せれましたかね。決めろ、決めろ。決めろ。スタンドの勝負。ここで組みついてきました。狙ってますね。タップなんかなと思ったら、まあ、タップはしてないですね。あんま痛くはなかったですね。僕は止められるのが嫌だったから大丈夫って来たんですよ。柴田が捉えてる。何でもあるソーカーカットにないも大ラウンド。さあここでまた絞り上げるか。また腕をロックしようとしているキルヤでありますか。いや今の危ないところでありましたが、小田さん。そうですね、もう一回だ、もう一回だ、もう一回だ。右、左から入っていく。ラストラウンド、残り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 。さあここでお互いに殴り合いに入っていく。ボールからハイキック、それでも変わらない翔太。ジャック、いやー、2ラウンド全て戦いに来ました両者。この試合は判定決着がありませんので、結果ドローということになりました。倒したかったけど、でもやっぱ総合何も想定してなかったから疲れましたね。来年中に引退試合をしたいなと思ってますね。最後はライジンの舞台でできたら一番いいかなと思ってますね。今日は酒飲めねえなこれ。最高、楽しいな総合。YouTuber やってなかったらもっと練習時間取れるし、またやりてえな。競技運営機構の審議の結果、柴田選手のアームバーによる平谷選手のタップアウトを認め、この試合は柴田選手のサブミッションによる一本勝ちといたします。笹原、次も出るぞ。ちょっと MMA の厳しさを
教えてあげようと思ってるんで、マウント取って肘でボッコボコにしてやろうと思います。ふざけんなよ、お前がボコボコにされただけの試合だからな。お前シアトコーレンフロンジャパン、全然上等って感じです。もう俺の試合ただで映すんじゃねえよみたいな。オープニングセレモニーすら映しづらいように裸になろうと思ってパーカー投げました。入れ墨問題ですね、噂のタトゥーは増やしますよ、もっと。なんかオリンピック始まったらいけるって聞いたんですけどね。何の情報だよ、それ。まさかの延期っていうね。数パーセント入りたいですよ、僕も。平本蓮、総合格闘技デビュー、フェザー級最強へのチャンピオンロード、第1章がいよいよ始まります。漫画とかにも一番犠牲と出てくるやつは、すぐにやられるじゃないですか。平本は完全にそういうキャラだ。ガチで僕舐められとったと思うんですよ、ほんまに。ほんまに多分その僕がグラウンドを全くゼロぐらいで思ったと思うんで、まあ、足田に負けたのもじゃあいい薬だったっていうか、いやそこで負けてなかったら寝技の練習をちゃんとしようとも思ってなかったんで、あの負けからほんまにめちゃくちゃ自分の勉強になることが多かったですね。岩崎さんがだいぶその近道させてくれたというか、ほんまに今試合に使える必要なことだけを教えてくれてやった感じなんで、教えてくれた技術が全部ハマった感じですね。平本蓮。ガーディアン・オブ・ギャラクシーってマーベルコミックの映画の登場人物がやるんですけど、めっちゃ好きで、はい、オープンフィンガーだったらこれやりたいなって思ってたんですよね。このクソガキマジ殺そうと思ってましたね。どうやっていじめたろうかなと思ってましたこの時に。さあ戦いが始まりました。一段に初めてタックルでいきましたが、いや小坂さん切った。そのタックルと見せかけて下に意識させて振ったつもりなんですけど、それにまさかワンツー合わせてくれると思わんかったんですよね。これ当て効いたんですよ、多分これで足ぐらついてたんで、これが入ってて足グニャグニャってなってるじゃないですか。作戦は元々タックル絶対来ると思ってたんで、それを切って本当蹴りでこう作っていくあれだったんですよ。でこの時にあタックルやっぱそんな得意じゃないのかなと思って、あ弱いなちょっと思っちゃったんですよ。最初にいきなり拳を振り出していったから、さあ平本もここは拳を返していきます。高田さん、これ距離感というの一つ大事になりますか。大事だ、もちろんですよ。僕のパンチ倒れてこことかでちょっとあもうなんかこれで頭打ってこう倒れてるんですよ。こう聞いてはないんですけどね、バランス崩してこけてしまったみたいな感じですね。この試合を今日見に来てるお客さんの中にはこの試合も一つの目玉として見てますか、ね、裏メインというふうに、ね、位置づけられています。さあ掴んでから、さあ上から行くのは萩原、下になるのは平本です。こんだけがっつり組めたらこかされるっていうのも練習通りですね。平本選手使ってますけど、はい、同じぐらい萩原選手は、このチャンスですよ。なんか膝が肘が行く、肘を落としていく、萩原選手チャンス。そうですね、そうですね、嫌がってるなーってのありましたね、むっちゃ。別になんか痛くなかったっす、時期が切れてきました。なるほど、はい、まあ、青コーナーの方ではありますので、ここまで声も平本には飛んでいるはずなんですが、残り時間もあと10秒さあ、入りました。でもロープ残り時間少ないんで、まあ、絶対バックチョークは決まらんと思ったんですけど、まあ、ちょっとでも苦しめたろうと思って思いっきり力入れました。セコンドのこの時の声は、巻き返せるから大丈夫って言われて、やばい、巻き返さなきゃって結構焦っちゃったんですよね。さあ、第2ラウンドが始まりました。まあ、萩原としてはやりたいことというのはどういうところに引っ張られる部分ありますか。やっぱり今の声見てもそうですけど、はい、1ラウンドから結構スタミナ切れはあったんですね。その1ラウンド目の無駄なこう動きっていうか、テンパっちゃってるっすもんね、なんか。総合格闘技って結構その意識あって止められるっていうのは分かってたんで、やばいやばい止められるかもと思って動いたんですけど、試合前から皆さん盛り上げてくれてありがとう。
全部いただきます。平本君もね、アマチュアシュートからやり直した方がいいよ。そんな甘くないからね、めいめい。あいつはいつか殺すっていう。まあ、アマチュアでは一回も勝ててないですけどね、僕。僕自分でも僕のことはまだまだと思うのに、そのまだまだな僕にやられてる平本君はもっとまだまだでしょうね。自分でも記憶ないっすね、もう悔しすぎて自分にムカついたっすね。試合後インタビューなんでねんだとか結構言われたんですけど、敗者インタビューが嫌いなんでしないで帰ろうと思って。アンジュはマジで負け犬なんでなんともないんですよ。なんかすげえ騒ぐっすけど、俺のおかげで楽しめたわけじゃないですか。だからありがとうって逆に言ってほしいですけどね。負けとか負けって思わないですね。あの負けてねえというか、まあ、死んでねえよっていう、次のステージに行くためのなんかいい勉強になったなって本当思ったです。なんかもうなんか試合終わってすぐ思ったのはアメリカ行きたいなと思ったですね。あっちで生活しながら格闘技に使えるような人生をやっていきたいな、これから絶対チャンピオンになるっていう、それを見せたいですね。ああ、ラスト！ラスト！じゃあ、じゃあ、会見の時から何で行くかっていうのやっと立ったのに、こっちは。作戦も何もないですよ、あのまます。いや、最高っすよね、マジで。入場前からもう会場盛り上がってるの分かったんで、もうテンション上がりましたよね、この時はマジで。試合終わった後ももう興奮して寝れなかったんです、もう朝まで。めちゃくちゃ好きです。今まで生まれてやってきた中で一番刺激があるというか、で僕昔から飽き性なんで結構いろんなことやったりするタイプなんですけど、総合格闘技だけはずっと続いてますもんね。もう面白いですよね、これだけ。やっぱり平本くんおらんかったら絶対ここまで注目はされてないし、なんならもうほぼほぼ盛り上げてくれたのは平本くんだと思ってるんで。朝倉兄貴、次の対戦相手は俺でしょ。次の大会で、その朝倉兄貴がやったことがある相手とやれて、まあ、そこで朝倉兄貴が早く倒すそこをやったら文句なく堂々と対戦表明できるかなと思ってるんで、まあ、次の大会はだからちょっとそういう人とやりたいですよね。大きさとか盛り上がってくれてるなっていうのは感じてすごい嬉しかったですね。そのリングに上がったら本当に機械的にやることをやってるやつが強いんですよ。怖さとかなく Take your time! Take your time! Take your time! もう詰めていくしかないぞ。パンチパンチ戦え。本当に冷静でいられるやつが自分は強いと思います。最悪だ本当に。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ここからね、逃げにするんで。